はいどうも、アヤインカント社長です。どうも皆さんこんにちは。今日なんですけれども、バイクの車検、これについてねちょっと話していきたいなと思ってます。どういうことかと、言いますと、バイクの車検費用をね、皆さん、初めての車検の方なんかはねどれぐらいかかるのかわからないと思うので、ちょっとねこれを簡易的に説明していきたいなと思います。僕が早速なんですけど、10月がね、僕ちょっとバイク、自分のバイク車検で、車検を受けるのに、いろんなところでね、聞きました。費用どれぐらいかっていうのをね。某バイクキングさん。で、僕バイクを購入したので、そこでね、どれぐらいかかるのか聞いたら、費用的にはね、大体ね、受けるだけだと、5万円ぐらいって言われました。だけど、バイクをね、3週間預からせてくれと。で、バイクを預けて、3週間預けないと、車検が終わって帰ってこない。大体ですけど。で、それがね、ちょっと僕嫌だったので、と思って、いろんなところに聞いてみようと思って。で、僕のね、家の近くに、チェーン店じゃなくて、個人でやられてる、バイクショップがあるんですけれど、そこでね、聞いたら、受けるだけで、だいたい7万円って言ってました。で、ちょっとそれはね、ちょっとさすがに高いなと思って、で、どうだろうなと思って、僕ちょっとバイク購入してないんですけど、昔ね、YZF を購入させてもらった時に、某バイクチェーン店さ、ですね、があるので、で、そこはね、僕の家の近くにあるので、そこで聞いたんですよ。レッドさんで聞いたらですね、大体受けるだけだと6万円ぐらいで受けれると。で、ましてや、バイクもね、1週間ぐらい預けるだけでいい、とのことだったので、そこで、車検を受けようかなと思って、お願いしますっていうことで伝えたんですけれども、これがね、皆さんね、結構わからないところあると思うんですよ。車とバイクだとやっぱ値段が違いますから、で、もちろんね、平日自分で時間がある方は、自分でユーザー車検に持っていけば、もう本当ね、2万円とか、3万円かからないぐらいで受けれると思うんですけれど、なかなかね、やっぱり平日自分でバイクが持っていくのが難しいとか、いろんな方いらっしゃると思うので、参考になればなと思います。いや、本当にね、これバイクショップによって、オイル交換があるとか、テスターにかけるとか、本当ね、いろいろバイク屋さんによって違うので、もちろん費用なんかも、違うと思うんですよ。ただやっぱり車検があるバイクのメリットっていうのは、やっぱ 250cc のバイクだと車検がないんですけれど、ただその代わり、車検に通らない状態でも公道を走れると、いうことがありますから、その辺がね、やっぱり車検があるバイクはやっぱり車検の規格に適合しないと走れませんよと。例えばスリップサインが出てても 250cc だったら別に走れますけれど、400cc だったらね、やっぱそれだと車検が受からないですから、やっぱりね、車検の重要性っていうのはね、大なり小なり、あるんだろうなと、僕は思ってます。やっぱり車検があって、きちんと規格で、行く。例えば走行中にチェーンが切れるとかっていうのも、やっぱり車検で日頃からちゃんと点検してればね、なかなかないと思うので、ただね、やっぱり自分でできる人はいいんですけれど、なかなか、難しい方はね、やっぱり本当バイクショップによって価格が違うので、いろんなね、バイクショップに値段を聞いてみるのも、一つの手だと思います。僕はですね、大体、400cc のスーパーボルドール乗ってますけれど、車検受けるだけで、大体6万円でした。はい。これがね、何かの参考になれば、いいかなと思ってます。それでは皆さん、じゃあね、バイバイ。